皆さん、ビジネスで一番大事なこと、ネットビジネスで大事なことは継続ですよね。まあ、それは本当にその通りだと思います。まあ、今日はですね、私なりに、まあ、成功の条件といいますか、ビジネス、ライフスタイルでとっても大事なことを4つに分けてね、お話していこうかと思うんですよ。まあ、私はね、これ、隠居するときに決めた条件でもあるんですけども、皆さんもね、もしかしたら当てはまる部分があるかもしれませんので、最後までね、4つお伝えしますので、聞いていただければと思います。まずは金銭的に自由になることですよね。お金をやっぱり自分が自由を確保できるほどは持っていないと、どうしようもないかなと思います。なんでお金が必要なのかってことになりますけども、これはね、単純に人が言うことを聞いてくれないからなんですよ。で、お金なしに自分の言うことをお願いして聞いてくれる人ばっかりで人生が成り立つならそれでいいと思うんですよね。でもそうはいかないから、例えば何かね、服を買いに行くときっていうのは、誰かが頼んだら服を編んでね、作ってくれるってことがなかなかないんで、 T シャツ買ったりジーンズを買ったりすると思うんですよ。それから移動ですよね。お願いしたら新幹線乗っけてくれたりとか、誰か車でどっか連れてってくれるならいいんですけども、そうはいかないからお金を払って移動チケットを買うわけなんですよね。まあ食べ物にしてもそうですし、他のサービスにしてもそうなんですけども、私たちはね、人が喜んで自分のために働いてくれるほどの人徳を持っていないんで、だから結局お金が必要なんじゃないですか。お金に頼らないとやっていけないということだと思うんですよ。よくね、お金なんて関係ないっていう人がいますけども、じゃあなんでね、老後のためにお金の不安を持っているのか、貯金をするのか、保険をかけるのかってことなんですよ。結局はね、年を取れば取るほど誰かと仲良くやっていこうっていうことよりも、結局お金に頼ってるんですよね。貯金に頼ってるんですよ。年金に頼ってるんですよ。これを金の亡者という人もいるみたいです。まあ、いずれにしてもね、自分の人生に成り立たせるためには自分の人生に見合っただけの金額っていうのはやっぱ稼げる必要があるんじゃないかなと思います。じゃあ2つ目なんですけども、じゃあお金は稼いだけども1日に10時間もね、12時間も働いていてヘトヘトになっちゃって、全然自分の人生を使う時間の余裕がないってなったらどうでしょうか。本末転倒ですよね。自分の人生を自由にするためにお金を稼いでるのに、お金を稼ぐっていう行動が自分の人生を束縛してしまってるという現象があります。だからね、お金は稼げるけど忙しい人になっちゃダメなんですよ。まあまさにね、2つ目の条件なんですけども、時間的に自由ですかってことなんですよ。まあ一言で言ったら、暇な人生を送れないとそれは人生ではないと言ってもいいぐらいですよね。お金があってで暇な人生があると、この2つを同時に手に入れなければ、本当に考えることとか、何かについて悩むこととか、誰かの人生に寄り添って考えてあげるってことができないんじゃないかなと思うんですよね。もちろん、例えばね、恩のある人に恩返しをしてみたりとかね、大切なお子さんのために一緒にいたりっていうこともできないですよね。なかなか難しいと思うんですよ。時間的な自由を確保するってことが2つ目の条件ですね。で、3つ目なんですけども、これはね、本当に私も難しいなと思ってるんですけども、どこにも属していないことっていうのが大事なんですよ。例えば私 YouTube で発信してますけども、ある特定のね、暗号通貨系の情報については結構叩いてるんですよ。それはまさに私の目から見ると詐欺そのものからだからなんですよね。でも片方では私の知り合いが結構それを応援してセールスしてるんですよね。そうなるとその人を叩いてるみたいになっちゃうんで、言いにくかったり一般公開放送ができなかったりするんで、限定公開放送になっちゃうんですよ。まあそういうような形で誰かと組むと、それはそのまんま自分の足かせになるんですよね。まあですんで、ジョイントしないっていうかね、一瞬一緒にいるんだけども、金銭的にも義務的にも依存せずに単なる信頼関係でやるっていうのがね、いいかなと思いますんで、まあ吉谷さんとの関係っていうのはまさにね、ここにストライクしてるのかなと思います。で、4つ目の条件なんですけども、お金があって時間があって、そしてどこにも属さない自由を持っていても、それでいてね、世の中からソース感を食らってちゃダメなんですよ。いわゆるバッシングを受ける、迷惑系 YouTuber じゃないですけどもね、あいつは悪いやつだって、悪いことで有名になってるっていうふうに思われてはいけないんですよ。自分が耐えれても自分の周りの人がそれに耐えられないかもしれないからなんですよ。やっぱり自由に生きるっていうのは理想的な人生だと思いますけども、周りの人をやっぱりね、ある程度自由にして快適な環境を与えていかないと、結局はね、人の犠牲の上にその自由な人生を成り立たせることになってしまいますので、私はまああんまり良くないかなと思うんですよね。
はい、まとめますと、金銭的に自由、時間的に自由、どこにも属さずに、そして誰からもバッシング受けないような、この4つの条件を整えた時に、まあやっとね、人生が豊かに送れるんではないかなと思うんですよ。あ、4つ目のね、バッシングについてはこう思います。バッシングを受けていても、そこの情報を自分で取りに行くことをしないってことですよね。これは非常に重要なんですけども、自分が何て思われてるかなっていうふうに気にしないってことなんですよ。もちろんね、自分が恥ずかしくない生き方をしてればですよ。明らかに自分で自覚するほどの人に迷惑をかけているのに気にしないっていうのは非常に迷惑なんで、それはダメですけどもね。ということでね、4つの条件をお話してみましたけども、人生の中でこのたった4つの条件を守っていけばそれでいいんじゃないかなと私は思うんですよ。逆に言えば、この4つすらどうにもならない、ままならない人生っていうのは非常にですね、苦しいんではないかなと思います。まあ、ただそれだけなんですけどね。じゃあですね、この4つのポイントをお話ししましたけども、吉原さんはだから、あれじゃ、今月の末になってきましたけども、またきつい性質かますんですかね。ということで、吉原さん、元気でタタタタッと頑張ってくださいね。鹿児島最近どうですか？なんか鹿児島の風景とか、ああいうのなんか動画出てないですけども、なんか鹿児島行った当初はね、海沿いで、東電ポールじゃないや、テトラポットの上でなんか動画撮ったりしてましたよね。夕日と共に撮ったりとかね。まあそれをやってくれってわけじゃないですけども、お互い部屋の中でやってると、その土地らしさ、季節らしさっていうのがなかなかなくなってきますね。ではね、鹿児島の素敵な風景も期待しながら、いってらっしゃい。